だいぶファンシーじゃない？うん、だいぶファンシーだ。あれ、こんばんは。こんばんは。こんばんはです。あいちゃんこんばんは。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 なんかこれ倒れそうだよ。大丈夫？気をつけてね。気をつけてね。気をつけてよ。マークハートありがとうございます。ありがとう。こんばんは。長崎県民さんありがとうございます。キーちゃんは隣にいるの います。与田友さんありがとう。うん、なんか来た。いきこさんありがとうございます。こんばんは。メール着弾中。そう、4通くらい。模様替えはうまくいったのかな。キアラちゃんが頑張りましたね。頑張りました。萩野子さんありがとう。こんばんは。マークいちごありがとうございます。マリもコリラックマありがとう。今コリラックマはねあれだよね、メアちゃんにね今日メールで送ってる。送った、うん、コリラックマあの片付けてたら2個出てきたからそうなんですよ、メアにあげました。そしたらもうなんかほんと首猫すごいよね。ここ頭のこの辺噛んでみたいな感じ。ギフトいっぱいありがとう。エタロウさん、ゴーパブリックさんありがとう。トラキさんありがとうございます。そのセットアップかわいいだって。セットアップなの？セットアップではない、ではないけどこのタートルネックがかわいい。かわいい。今日もなんか暖かい光が私を照らしています。どういうこと？ん？なんか昨日さカラオケルームで配信したんだけど、ライトがさあってなんかこれを私ずっと温かい光って呼んでて、確かに。マキマキさん、このクマ、目玉は無事だ。この美しいハロハロさんありがとうございます。コリラックマ、どこまで見えてるんだろう、アイちゃんの配信で。わ、結構見えてる。あっちの方まで見えてる。見えてないよ。嘘。なんかここまでカーテンが取れてるのが、うん、それは見える。それは見える。さすがに隠す気があったらもうちょっと閉めてほしい。ちゃんと隠す気はない。隠す気はね、やっぱり途切れてるよね。私もなんかパチパチするもん。なんかゆうやさんありがとうございます。切ってません。昨日愛ちゃんが食べてたモフサンドのまんまる焼き食べたよ。だって、あー、これ美味しかったよね。メール来た。あいちゃんの画面少し広角だね。広角って何？広角じゃないよね、下から見てるから広角に見える、うん、多分。でそうしないと映ないで。カジ。タイタニック見てません。中地さんありがとうございます。ハート。かゆさんありがとうございます。途切れキレキレだよ。だってキャー。水星さん、リラクマありがとう。治ったかな。ちょっとこのまま待っててください。はい。何をするの。いや、ちょっと、何か喋ってて、何か喋っててって何だろうね。今日は愛ちゃんと一日ずっと一緒に、ここにいるとどっちにも映る。愛ちゃんと一緒にずっと過ごしてました。これが何それ？それ何なの？これなんかこれリラックマの本当だ。
可愛くてごめん。ごめん。お待たせしました。クシッと。これはですね、なんだっけな、こんなん小熊、小熊ちゃん、小熊ちゃんっていうらしい。かわいい、かわいいから許す。マッキーさん、黄色い鳥ありがとうございます。雄大さん、ハートありがとう。これマジで倒れそう。そんなに倒れそうなの？なんかさ、多分だけどさ、もうちょっとこっちだよね。なんか分かる、うん、うん、配信だから比重が合ってないんだよ。ここ真ん中にしなきゃいけないでしょ。真ん中に挟まなきゃいけない。とりあえずさ、ここのこの足を多分、うん、どう通れそう？わかる意味？わかる？わかんないか。変わらん。ん？わからん。わからんね。やめとこか。グビラさん、ありがとうございます。京都マセヒロさん、だるまありがとう。今、一目惚れしました。今？あいちゃんの仮面がコラボ配信状態だって、受ける。あいちゃんがこっちに映ることがないから。かわいい。こんばんは。ゆうやさん、ありがとうございます。あいちゃん眠そう。眠くないし、木原ちゃんの方が眠いかも。ラスカルさん、ありがとうございます。たくやさん、リラックマ、ありがとう。行く。かいかいさん、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとう。コナン、コナンでもあと2ヶ月くらい先。んねー本当はね、今日これやろうと思って、あーこれやだ。さっきあいちゃんがえ、大丈夫だよ、何もないよ。やだやだ。キーちゃん、キーちゃんが虫嫌いって言うからじゃん。虫が飛んでたんだよ、ここをさっき。で、そしたらあいちゃんがこれの、これの後ろで叩いてバンって、あー大丈夫だよ、生きてたもん。見てた、髪型めっちゃ可愛いんだよ、うん、見てほしい。見える？クマさん見えてる？見えてる、見えてる。クマさん、あー食べたい。クマちゃんなんですこれ。あ、そう、イサギ、そうそうそう、ガチャガチャ。虫さん可愛いよね。だって可愛いやろ。可愛くない？だって違うよ、だってキーちゃんが嫌だって言うからさ。可愛いよ、やってあげたんです。可愛すぎです。まだズールのライブ見てません。いつまであれ、やばい。もう見ないと。高原さん、コリラックもありがとう。髪型めっちゃ可愛い。見ないとやばい。ありがとうございます。いつまでなんだろう。これパソコンこれパソコンだって。そんな風にさ、パソコン説明する人いる？資産美味しいよね。動かない動かない動かない、動きません。可愛くない？チギリとチフユが欲しかった。でもイサギじゃ、イサギとクワガタとチフユが欲しくて、イサギが出た。嬉しかった。また指毛がした。アイナナも、またアイナナもガチャガチャしました。アイちゃん見に来れて幸せ。ありがとう。見に来てくれて幸せ。ミズミン？ミズミンではないけど、ミズミンです。これはなんだっけ、何で切ったんだっけな、なんかで切ったんじゃないよ。ささくれにしょ。ささくれを切りました。どっかに引っ掛けちゃって。あ、これありがとう。これありがとう。それのなんかギフトの違いがわからないんだけど、あのモケモケがあるの、ここに。やほー、なんか足こうやってクロスしてるやつ。今日もらってな、多分キーちゃんファンの方あげてください。こいつは何？猫みたい。それは違う。違うんだ。はあ、なるほど。
こんばんは。こんばんは。こんばんはに。中地さん、だるまありがとうございます。ピーちゃん、黄色い鳥、ありがとうございます。土曜日からだったんだ。かわちい。そうなんだ。そう、これはお気に入り。ね、よく着てるよね。うん、いつ買ったやつ？これは、高校生？いやいや、今高校生だから。ちゃうね、ちゃうね。高一？高一？あアイナナ好きなの？マホと一緒やん。だってマホマホと一緒やん。そう、あのアイナナ私も好きで、春に向けて、ね、確かに春最初の頃くらいから私も買わなきゃな。ザシーさん、黄色い鳥ありがとうございます。シンヤさん、星ありがとう。おお、あ、助言待ってるね。楽しみ楽しみだね。助言待ってます。嬉しい。2日連続で放送見れた。とても嬉しいです。ありがとうございます。アイナナ好きだったメンバーがレイちゃんとカヨヨンとサトミナと私が好きだったんですよ最初ね。ホテちゃんやソラちゃんを応援するわ。君との最後やレイちゃんとカヨヨンはソちゃんが好きだったんだけど、サトミナはずっとリクとヤマトさんって言ってて、そう、サトミナあんま今売ってないと思うけど、そう、なんかわかんないんだけど、私なんか明日ロケロケの同時配信があるんだけど、あの普通に昨日知って分かんないんです。私もアイちゃん、アイちゃんもアイナナ好きだよ。あんまり分かんない。たくさんあります。もう今ね、あの模様替えする前からなんだけど、アイナナ用の収納があります。カッツンさん、ありがとうございます。マー君、ありがとうございます。服を献上しますありがとうございます。ゆったん、黄色い鳥ありがとうございます。魔法マークありがとう。魔法呼びがめっちゃ魔法ね。そうね。あびっくりした。違った、抜こうと思った。アイちゃん、気になる存在です。だってありがとうございます。キアチアイチキアチ、ギノコさん、イチゴありがとう。4番さん、黄色い鳥ありがとうございます。黄色い鳥なんだ。え、黄色い鳥は黄色い鳥。私ギフトとコメント4、読んでるよ読んでるよ読んでるよ。なんでだろう、出てきてないのかな。佐藤氏は何見えたかな。悲しい。はいそうでございます。多分ショールームだと思います。あの明日のやつ22時過ぎちゃうのに、のいいんだと思って。でも個人の配信はダメだから。なんで、ね、なんで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 、私がなんでこんなに5倍応援しますこんばんは、かむさんみだん、かむさんみだん。そうそうそう、直前までわからんかった。ちょっと前髪長いかもな。今日は愛ちゃんを見習って15分くらい公園で走ってきたよ。偉い。今遅めの夜ご飯、愛ちゃんはさっき食べたね。食べました。アジフライ、アジフライだよね、あれ。アジフライと、愛ちゃんかわいい、ありがとうございます。ラピちゃん、ニラ玉じゃないか、あれ。かわしゅうさん、ありがとう。あ、ね、これじゃない、これ。あ、リラックマだ。私もわかんないんだけど違いが。あいちゃん口開いてる、15分今日発表あるんだって。何の発表だろうね。何の発表だろうね。かゆいです。今日は15分だけじゃないです、1時間です。15分経ちました。あ、違うそういうことか。キーちゃんは昔のまゆゆさんに似てきたってよ。お、ありがとうございます。お、Thank you。 キーちゃんって泉ゆり好きだ超級だよね、公式の許可があればいいのかな。バレちゃったって何って感じ、うん、と
私アイナナは九条天くんが好きで、いおりくんも好きなんです。アイちゃん押すと、アイちゃん押すといいことありますか？あります。アイちゃん押すといいことなんだろう。毎日愛をくれる。まあまあまあ、そう。マッキーさん、コリラックマありがとう。俺は車で走ってきた。車で走る。お魚食べれません？ダメだ、ダメな子だ。これだ。お刺身もダメなのかな。お寿司とか。お好み焼きいいな。昨日焼きそばだった。そう、私もなんか恭平さんありがとう。昨日おばあちゃんがプレート広げてたのを見て、あ、今日お好み焼きだと思ったけど、あ、焼きそばだよって言って、焼きそばだってなった。どっちも嬉しい。わかる。でもお好み焼きも食べたい。食べてない。18期生違います、17期です。18期はまだお披露目できてないです。はじめまして。18期の方ですか？18期のあいちゃんこと佐藤愛理です。あ、ニックネームあいちゃんなんですね。キャッチフレーズなんですか？アイドルです。ちゃうやんけ、ちゃうやんけ。あたんです。そうです。ねたろうさんありがとう。いつ見ても姉と妹が逆な気がします。愛が欲しいんだよ。あ、18期ちゃんに会いました。あの17期の時も、あのね、あのお話し会の時ね、うるさい。お話し会の時にあの挨拶を先輩方にしに行ったんですけど、そうちゃんのもんね。こうやって一列に並んで、妄想したんだ。わ、一緒に行きよ。一列に並んで、あの挨拶をするんですけど、一人一人ひーちゃん。そう、それでマジで挨拶しました。かえりちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんはに。佐藤配信、佐藤姉妹の配信も平和だって。マッキーマッキーさんありがとうございます。声似てる。栗原さんありがとう。中トロと大トロだけだって、ね、声似てるって。あ、そうですか。あ、肉じゃが作って食べました。3月3日のカルボナーラ、いつでも作ってあげる。だってめっちゃ簡単だよ。申し込みいたします。3月3日何の？え、3月3日劇場あるんですか？公演？嘘。知らなかった。深呼吸して。アイちゃんを押すと、まあ、本当だよ。北海道が好きになれる。本当だよ。北海道が好きになれる。これの前何もないといいね、逆に。確かに。配信見に来ました。ありがとうございます。キーちゃんってモノマネうまい。キーちゃんの髪飾りくまちゃん、カルボナーラ、あんまり綺麗にまとめられてないけど、ウーバーキーツしてください。ちょーちょー、つまりだから似せれば声は似そう。スマイル天使似てない。全然3月3日あるんだ。似ないよ。似ない。似ない。3月3日ある。公演、緊急性公演だよね。緊急性公演。あー、3月3日まさちゃん、まさちゃん誕生日。うわ、生誕。3月2日1日、3月1日だから、うん、そうですね。まんちゃん、さっきカルボナーラ食べましただって。ウーバーキーツ高そう。ちょっと送料と手数料が。まさちゃんの生誕楽しみだね。本当にあの料理はすごく安いんですけど。わ、待って、どうした？いや、初めて知った。3月3日、でも今日昼送ったよ、スケジュール。ねえ、やばいね。3月やばいね。3月、一瞬で過ぎ去ってしまうかもしれん。そうだね。卒業式もさ、その辺だし。わー、次の日ファンミだ。そうだ。あ、3月5日いい件もある。やばいやばいやばい。めっちゃもうアイリちゃんイヤー。最近の得意料理、アイリちゃんウィークですね、これで。なんだろう、この間何してたっけ。こんばんは。びっくりしちゃったね今。でも今日作ったカルボナーラ美味しかった。ね、これやんないの？え、やるの？やんないの？やるって言ったじゃん。
これやります。学校卒業できますよ。ねえ対象年齢は3月4日。あいたん8歳なの。3月4はあれだよ、ファミです。これ何？ ACT さんだるまありがとう。かわいい、見て、すみっこ。喧嘩しないです。すみっこ、すみっこの方、これはなんかやるらしいです。もしかしてさ、できないやつじゃない？かわいいね、これ溶かすんじゃない？何もできないよ。開けたはいいけどさ、サッシーさんの日、確かに。タイからこんばんは。コップンか、違う、サーリーか。ファンミー来たかった。ファンミー、オーマイガー。友達の結婚式入っても優先で、チョコだよ。大丈夫、オーマイガー、チョコ、チョコだ。またこう、イガちゃん、ありがとうございます。黄色い鳥、だるまありがとう。ユウダイさん、ありがとう。アツシさん、ありがとうございます。たこ焼き初見です。 Thank you。 今日のカルボナーラ、スバンヌスバチ、ありがとう。桜の下で待ってます。怖いんで取りに行きます。取りに行きます。怖すぎ。ゆうきちゃん、ゆうきちゃんじゃない、ゆうきさん。ありがとうございます。チョコ溶かさなきゃいけない。京平さん、ありがとう。これさ、チョコなんか形になってたりしない？しない。ねえ、普通にうまい。食べてないよ。キアチェです。ファミで楽しかった運動会とか言いたい。楽しかった運動会。違うね、ファーストファンミーティング。確かに浴衣で楽しみました。キイちゃん、アイちゃんと一緒に走ってません。その時はキアラちゃんは必死でお片付けをしてたから。マッカン、ありがとうございます。でも髪の毛伸びた気がするな、やっぱり。伸びました。今伸ばしたい欲求が。右は誰ですか？こっち、キアラちゃん、キアラちゃんです。キアラちゃんです。早くお話があるといいね。なんかお話会の予定ないとさ。比べてみてるけど微妙にアイちゃんの画面が早いだって。え、そうなん？すみっこ暮らしサンリオじゃないです。3X、あれだ。アイちゃんの第2ボタン予約。3X だから今の今日この配信にも出せます。リラックマと一緒だから。あ、ほんとだ。キアラ、助けに来たぞ。負けても、ヘイ戦う。ヘイ、なんだっけ、キアラちゃん。よくし。よくし。ねえ、次お話し会いつになるかな。13歳、3月あるかな。いや、全然13歳じゃないよ、22歳だよ。あの斉藤キアラちゃんのソロ曲が好きすぎて好きすぎてやばい。めっちゃ見てる。キアキ、なんだっけ、キアラ、キアキ、違う、キア、なんだっけ、キアキアラみたいな歌詞あって書いてある。キアラ、キアティアラだ、キアティアラ、キアティアラ、キアラティアラ、キアラティアラ。握手会でね、ちゃんとさ、この間みたいなさ、あのマイクとかもよかったけど、ココなんでデコがさ、欲しいなってなる。ヌタデココゼリーね、あのこれがあってもいいんだけど、もうちょっと近くてもいいと思うんだよね。はい、あ、びっくりした。ここでじゃあ、リリーゃいいですか。ね、本当にリリーシャン、ありがとうございます。22歳か。はい、ひーちゃん幼い子やね、よく言われる。先週やっと対面で話せて嬉しかった。ありがとう、めっちゃ嬉しかったです。ててててててて。
いてかんやついてかんや。フルベンさん、だるまありがとうございます。わ、そう、ミストの桜食べたい。あ、3月はまだ振り替えが残ってるメンバーさんがいる。あ、確かに。あ、そうなんだ。うん、らしい。ゆったん、リラックマありがとうございます。あいちゃんより年下に見えるって、それは嘘。あいちゃんより年下に見えるって、それは嘘。ダーキャラも18歳だ。もう一回、もう一回成人式やるかな。マー君、だるまありがとうございます。こんばんはに、こんばんはに、こんばんは。さよなら。さよならよ。ねえねえねえ、同じこと言ってる人いるよ。魔法の言葉で楽しい仲間がポポポポポポン。明日お休みだから、映像倉庫で去年のコンサート見に行って。去年のコンサートって10月のやつだ。リリーさん、ハートありがとう。中地さん、ハートありがとうございます。マブー、こんにちは。リリーちゃん、 JK でいける、 JK でいけるって、やばい、どうしよう。ね、オンラインも少し残してほしい。わかる。高校、高校卒業しようかな。やっぱりね、武道館のやつか。地方に住んでる方とか海外に住んでる方とかもいるから。よっ、あいしょ。花粉、カチュン、カチュン、花粉。カツオギさん、ありがとうございます。あいちゃんの成績って配信しようはさすがに無理でしょ。マサさん、ありがとう。よっ、あいしょ。10月のコンサート、佐藤姉妹の MC あった。シュガッキさん、 ありがとうございます。リクアワでありました。ドカソーンって書いてあった。花粉が負けても戦おう。確かに、お、お仕事会終わりに駆け込めるって。何が？オンライン。あ、オンラインね、うん、みんな仕事場からとかでも、そうそうそう、やってきてくださる方とかいて。リクアは、そう、2日目。雄大さん、かわいい。ありがとうございます。くしゃみかわいいって。私もかわいくくしゃみしたいな。いくし、かわいくないよ。いくし、かわいくないよ。でもくしゃみ我慢するとね、ダメだと思う、私は。そうなんだ、うん、じゃあしないようにしよう。マリモ、ありがとうございます。リラックマ、リラックマ、次回お話し会っていいですか？もちろんです、待ってます。わ、誰と住んでる？家族。あ、そうですね。ママ、パパ、ショーファイトのきーちゃん、お兄ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん。 そっか、もうそんな経つんだ。10月か。花粉の季節です。4ヶ月経つんだ。ナルタオチャンネル見たよ、だって。ナルタオさんマジで好きすぎて、最近ツイッター秒でいいねしちゃうのやめたいです。よく、ありがとう。変な人だと思われる、やばい。変な人です。あいちゃんの噂してた。あ、だからくしゃみが出たんですね。お、花粉から全力でお守りする、ね、してください。あと2ヶ月くらいあるんだ。でもそれでも2ヶ月あるんだ。チラッと出てた。ゴーパブリックさん、ありがとう。はあ、そう、本当にやばいと思う。この間とかなるさんね、3分くらいでめっちゃいいねしちゃうし、今壁紙なるさんだし、知ってる。本当にひどい。私のなるさん、本当に私のなるみなの。違う、俺のなるみ。違う、俺のなるみなの。いやいや、そうやってさ、ロック画面にしてさ、私のなるさん、何なん、本当、あんた本当なんなん。あ、永遠より懐かしい、ね、髪髪ね、なんか今いろいろ変えられるんですよ。リラックもこれ、リラックもありがとう。わかる、たくさん。そうだから変えてます、あの日によって。でも今はほんとずっとなるさん。なるみー、カミさん、黄色い鳥ありがとうございます。ひよこだよ。黄色い鳥だよ、ひよこ。シロエさん、コリラックマありがとうございます。リラックマありがとう。よくありがとう。ネタロウさん、ありがとう。サータンさん、ありがとうございます。こんばんは。
愛ちゃんもチームフォーに来たら俺のなるみを許可しようだって。2月20日初めて公演行ったんですけど、愛ちゃん可愛すぎました。ありがとうございます。俺のなるみや。かずきさんありがとうございます。なるるって言い間違えてただって、きーちゃんが。なるるいつだいつだろう、わかんない。ロック画面愛ちゃんの公演の写真にしてます。あ、インスタで言ってるやつだ。確かに私もちょっとあれだよ、さかのぼればあるよ。コッコさんありがとうございます。コッコかと思った。コッコ、ハギノコさん、あ、これだよ、これこれ、キーちゃん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 、これ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 。あー、もらったことないぞ。ありがとうございます。初めて見たよ。一番好きなのはアイカイさん、ありがとう。私のロック画面これとこれが今キープで。おーちゃん0323さん、これ1回も世に出してないな、そういえば。ありがとう。この2人1回前に出したの私。ほんと？うん私だけど。俺もスマホの亀髪は愛ちゃんだよ、だって。ありがとう。今はカードドクターなんですけど、ちょっと前は愛ちゃんとゆうちゃんでした。あ、たぬのちゃんでした。お姉さま、一緒に出してますか？2人の記者顔だって。そうなんだ。ん？俺の前の待ち受けを2人の記者顔って言うから、そうなんだね。うん、いつのだろう。お姉ちゃんと喧嘩するしない、ボコボコにしてやんよ。あ、気持ち笑顔出ちゃった。さくらちゃん、ともよちゃん、そうそうそう、遊びに来たよ、ありがとう。かわいいよね。よだともさん、ありがとうございます。聞いてやん、聞いてやん。何回聞いても面白い。ロック画面は書き初め。何で言ったろ、日進月歩。いい言葉じゃん。キーちゃん、タイちゃんは花粉症持ちですか？ホーム画面はアイリンゴ。アイタン、アイタンは花粉症がちょっとひどいかも。私は普通くらいです。あ、ねねね、モケモケもらった。これこれ。これ？うん、モケモケありがとう。モケモケありがとう。ロック画面、アイちゃんがソララのスマホで撮った勝手に撮ったやつか。私ソララのスマホ大好きでよく撮っちゃうんですよね。ソララがさ、携帯キャラあれ好きだよ。クザツはもう私が食べちゃいました。あ、そうそう、あのインスタのやつもあれソララに撮ってもらって。2人性格似てる？似てないかな。でも似てると思うよ、意外と。そう、うん。カズマさん、お話かありがとう、ありがとうございます。さ、最近ハマったんですよ、カードキャプターは。最近ハマっちゃって。ロック画面は困り顔。あれ、気まずい笑顔。モケモケありがとう。モケモケ、神さんありがとう。モケモケありがとう。ちょっと出せるのね、気まずい笑顔。あの、本当に今は困ってた。ボコボコにしてやんよ。ひどい。あいちゃんってば。キーちゃんとカードキャプターの話したいだって。こっち来て。おいでおいで。やめろ。おいでおいで。めろよ。キアラタン、お兄たん、アイリタン。キアラタン、お兄たん。お兄たん、お兄たん。ありがとうございます。お兄たん。弟。あの、なんか、LINE、LINE とかって名前変えられるじゃないですか。気まずい笑顔の写真、ツイッターで。いやー！父、母。みんなにしか見られない。あちゃん。弟で登録してるんだけど、アイちゃん、私の弟のこと、兄って登録してて可愛かった。兄。気まずい笑顔。CD の生女子、アイリちゃん当たった。ありがとう。先生、桜の話できて。え、私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 。ケセティンさん、ありがとう。大好き。全部今、やって、アニメ、原作はちょっとまだ終えてないんだけど、アニメのところまでは全部。アイちゃん、最近、レイアタンと成功対決してる。常にしてる。そう、ルンバがそう、ずっと好きで、そう。私も見なきゃ、見たいな、見たいなと思ってたけど。さっきのクマのぬいぐるみ、これは私がキアラちゃんにちっちゃい時に買ってもらったやつ。覚えてないの？そうかもしれない。あれでしょ、原宿のとこだよね、うん、そうだね、それかこいつか。覚えてなかったもん、それは。ひどい。ごめんなさい。かわいい。でも今日借金返済できたから、いい子だから。いい子やな、本当にいい子やな。
明日私は試験をします。だって頑張れファイティン。ブルーロックの、え、待って原作のやつだったりする。アニメのスタンプはあるの知ってる。原作のやつだったりする。やばい。ココア美味しいさん結婚して、チョコは楽しみ、ありがとう。待って、どれどれこのハイキューの使いにくいスタンプが欲しいんだよね今。うん、喧嘩だって言われてます。違います。雄大さんファイト、ありがとう、ね、これ見てかわいい。みのこさんバラありがとう。このこれこれかわいくない、ね、えー、かわいい、かわいいよ。でも1個しかない。はい、これかわいい。ひどい、1個しかないな。1個しかない。え、違う、私今ブルーロックのやつ探して、明日朝一から物件探しに行きます。え、一人暮らし、悲しそう、悲しかった。え、どれない。あ、アニメのスタンプ出てくる。プルベンさん原作ちゃうの、ありがとうございます。音符、そう、原作スタンプが良かったんだよね。私あれが好きなんだよね。目がゴロゴロする。プルベンさんありがとう。音符ありがとうございます。チョコ渡るしみ、チョコ渡る、見てみたいけど見てないです。チョコ渡るしみ、チョコ渡るしみ、チョコ渡るしみ、あのラブライブのあーあれかで、あのクークーちゃんがあのココア飲んでチョコ渡るしみって言ってんの。チョコ渡るしみで、ひなのと一緒に見てたんですけど、それその後二人でココア飲みたくなってココア買った15期の先輩は誰が可愛がってくれますか。キアラちゃん以外だったら俺誰だろう、誰かな。メグさん、おめぐ、うん、メグさん、おめぐめぐめぐおめぐめぐ合わせてメグピストルカイザー飲んでます。カイザー、はい、カイさん星ありがとうもう今もうカイザーってやつが出てくるから、ちょっと私の中で、ね、真っ赤だよね私顔、真っ赤、どうしよう、真っ赤、顔赤い、赤くない、あ、そうでもない、耳が赤い Go パブリックさんハートありがとうございます。中地さんありがとうハート。マッキーマッキーさんにラックマンありがとうございます。これリラクマ？わ、なんだこれ、うわ、待ってだよね、かわいい。あ、タバありがとう、ちょっと待って、ありがとう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 、てりゆきさん今続かれた、てりゆきさん、タバありがとう。これ何このタバ、かわいいんだけど。リラクマが立ってる、ちょっと全身見たい、このギフト。なんかギフトアップで見れたらかわいいね。あ、確かに、ありがとう、タレテリュウキさん、ザッシーさんありがとうございます。ソラミミさんありがとう、タワーありがとうございます、ありがたわー。クマ、クマタワー、これリラクマタワー、こんばんは、こんばんは、ありがとう。なんかよりもさ、キーちゃんみたいな、これが欲しい、はい、ロフトに売ってる、値も高いから 2,3,000円。なんか下に引く、なんだろう、なんかなんだろう、ありがとうございました。リラックマ、コリラックマ、こんばんは、リラックマツリータワー、コリラックマさん、ありがとう、こんばんは、味がたわ、ありがとうって、京都まさひろさんありがとうございます。いつもマークありがとう、ありがとう、この間もタワーくれたね、ありがとうございます、嬉しい。友達、また声とか、友達おねだり健康判断、カイカイさんありがとうございます。後ろの漫画は何ですか。漫画、これ、ああ、ヒロアカ、僕のヒーローアカデミア、スマホスタンド送ったらアイちゃんに届きますからみんな優しいな。ミリシャハートありがとう、本当に。こんばんは。ねえ、このさ、お尻についてる蜂蜜、蜂蜜、多分蜂蜜、食べたそれじゃない、蜂蜜がお尻ついてて可愛い、ね、今日スプーさん見るたびに2人蜂蜜食べてるからそれかと思った。聖子さんありがとうございます。
これだよね。小熊ちゃんありがとう。こんばんは。めっちゃあれしちゃう。なんだっけ。光っちゃう。ねえ、待って。結局ネジ締めようと思ったのに締めてないからめっちゃグラグラくる。よいしょ。ヘクシー。花粉だ。もうさん上手だって嬉しい。リラクマありがとう。名前何？名前何？多分こぐまちゃんだと思うんですよ。本当かな？調べる。こぐまちゃん？うん。こぐまちゃんまではいかないけど。こぐま。リラックのこぐま。アイリタンはいつから重視校もショールームできるのかな。え、なんか明日はできるのに個人配信はできないっていう謎です。こやつ、そう、茶色い小熊、茶色い小熊っていうらしいよ、うん、茶色い小熊、茶色い小熊5周年だって。え、5周年ってことはさ、アイちゃん、手始めに買ったんじゃない、はい、これ花粉怖い、このね、花粉やばいよ、今日やばかったもん。ラブライブさ、あのね、アクアは見てないんで、サンシャインは見てないです。茶色い小熊、スーパースターもまだ4まで止まってる。科学室の2人卒業以降、そうですね、高校卒業したら全然できる。4月から怒られちゃう。はい、ちゃん、はい、ちゃん鼻がちょっと花粉でムズムズしますね。まだ高校生です。密約スター花粉症は治せるようだって。そうなの？治せるんだ。あいちゃん昨日はしっかりベッドで寝たのだって。昨日はしっかり寝たよね。いや何やってるの本当にこの人マジで。あのさ、昨日はなどうやって寝てたんだっけな。忘れた。でもなんかとりあえずお布団の上で寝てて、あのくの字で寝てた。で、うん、私。別に良くない？でそれで何回も毛布に入れないよって言ってたんだけど全然入らなくてずっとくの字で寝たままで、で最後私がちょっとだけ布団かけてあげたんだよね、寝る時。そんなことないもん。でそれでなんだっけ、私が寝たからもう寝た方だけどね、寝た方、うん、どうだよ。今度お話し会で教える。あ、直し方ありがとう。くのいち、私布団かけて寝たよね。でも私がかけたの違う。まあ今日なんか違うこと言ってた。私がちょっとかけたの。でも布団のなんかなんていうかな、布団がさこうあったらさ、なんかこうさ、こう下に寝るんじゃなくてこう寝てたからこうかけてあげたわけよ。わかる意味。アイリーの足の下からこうやってめっちゃ布団引っ張ってこうやってかけてあげた。わかりますか？ナスさんは違うこと言ってた。こうじゃなくてこう寝てたからこうかけてあげたんだよ私が夜。何本当にこの人マジで。八つ橋だって。八つ橋？こんばんは。八つ橋食べたい。八つ橋この間行ったけど京都。寝る子は育つです。寝坊寝方。風邪はひいてないよ。そうだ、あのほら私昨日柏餅昨日夜遅くまでちょっと起きててパパと会ったんですけど、パパがあの部屋来て行ってくるねみたいな感じで行ってらっしゃいって言ったんですけど、その時は愛ちゃん11時で寝てたの。11時半くらいの格好で寝てた。ちょっと言った、あのね、先月ね。キャラちゃんの話は聞かなかったことにしてください。また話す？ひどいよ、そうやって。なんで人の恥ずかしいところを。悔しいなら話してみたらええよ。私の恥ずかしいところ一つもないから。何も聞いてないって、うん、こんばんは。あやちゃんのファンの子は優しいな。スルースキルすごい。もうずっと喋ってるもんだって。誰が？私が、うん、ずっと喋ってないよ。マッキーさんありがとうございます。ずっとなんか喋ってないよ。
ひーちゃん、うん、ずっと喋ってるよ。でもずっとこうはね、こうだね、うん、これです。おいしよ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 しされた。京都のどこ行った？なんで怒ってんの？ちょっとなんで怒ってるの？京都のあの牛まぶし、肉まぶしのお店に行って、旭山の車崎神社に行って、そこのなんか一駅先、よしかわいい、よしどこにいる、このカフェ行って、最後清水行って帰りました。日帰りだったのでゆっくり。清水、夜の清水めっちゃ良かった、本当みんなに言ってる。いいの。その京都行くときに、なんであいちゃんも連れててくれないのって言ってその時はお仕事がねあったから、やっぱり無理だったんだよね。そうだけど次は行こうね。行こうね。絶対だよ。絶対だよ。言ったね。なんで怒ってんの？車先なんだ。そう、あの芸能神社ですね。姉妹で服貸し借りしますか？めっちゃ借ります。あなたが、ね、私が。でもキアラちゃんも最近借りてくれるので嬉しい。何借りてるかな。うん、ズボンとか。ズボン系か。秋の京都行きたい、わかる、うん、ちゃんと返してます、返してます。雪深夜さんありがとう。金沢もよかった。私も怒られてみたいです。誰に？愛理ちゃん。愛理ちゃんに。愛理ちゃん、愛理ちゃんの声か、なんとかでしょうに。それは口癖。ちゃんと言ってたでしょうに。3月5日の波動で優勝していくしかない。ああ、また言われた。愛ちゃんって北海道出身なの？違うんですってばー。ね、帰れなかったの。しかもこれ、昨日も言ってなかった？言ってた。もうさ、必ず北海道、千葉県出身ですって書いとけば、テロップに。うん。京都市内住んでるけど、めっちゃ今ごめん、目が痛い。夜って言ってもまあ6時くらいの、京都正弘さんありがとうございます。6時台かな。リラックマありがとう。定期分かってて、みんな聞いてるだろ。夏はもっとやってるらしいんだけど、私は。あ、そっか、北海道広いからギリギリ千葉も北海道なんや。なるほどな。どういうことやね。佐藤家って北海道と千葉県の県境にある。そう、県境。でもあながち間違いじゃないんじゃない、おじいちゃん北海道出身だから。まあまあまあ、一回北海道で叫んでほしい。北海道行け、行きたい。マネージャーさんに言えばいいのに。行ったんですよ。言ったんです。私はもう、私にできることはもうしました。茨城県出身です。千葉県出身です。北海道はでっかいど。昨日ね、今日一番のいいとこ探したんだよね。北海道と千葉県は隣なんだな。行きたい。まあいいね。隣なんです。行きたいかも。次は出身地長崎にして。長崎行きた。めっちゃ行きたいね。長崎県の五島に行きたい。九州行きたい。お花見でジンギスカンを食べるんだって。あ、北海道出身の層は方はそうだし。そうなんだ。愛、うん、ちゃん会いたい。Me too。 またコテコテの関西弁をね、お教えます。落花生よろしゅう、よろしゅう、よろしゅう、よろしゅうな。よろしゅう頼んだで。どういうこと？よろしゅう、よろしゅう頼んだで。なんか関西弁って結局私学びが。あ、55分ダンスありがとうございます。ちょっとランキング読ませてください。ランキング読みます。読ませていただきます。失礼いたします。失礼いたします。鼻水が止まりませんけど、13位ケーセティンさんありがとうございます。12位京都正弘さんありがとうございます。11位ラスカルさんありがとうございます。10位カイカイさんありがとうございます。あー揺れる。9位マリモさんありがとうございます。8位ゴーパブリックさんありがとうございます。7位ハギノコさんありがとうございます。6位ネタロウさんありがとうございます。して
5位与田智さんありがとうございます。4位カミュさんありがとうございます。3位リリーシャンありがとうございます。2位マッキーマッキーさんありがとうございます。そして1位マー君ありがとうございます。にゃにゃパチパチ、はい、ありがとう、ありがとう、パチパチパチ、いい、お手紙待っててね、いい今日も。あと2通あるので、よろしゅうお頼み申す。よろしゅうお頼み申す、うん、今日もよろしゅうお頼み申した。かわいい、あの配信ありがとう。コタロー、一人暮らしのコタローみたい。ウサギで可愛かった、ありがとう。配信また配信ぜひ来てください。メール待っててください。じゃんけん早いんや、ちょっと待ってな。よし、行きます。明日も、明日じゃない、明日か、明日の配信も、まあ個人ショールームではないんですけど、あの同時ロケ、ロケの同時配信ぜひ見てください。ありがとうございました。じゃんけんぽい、勝った、いけた、勝ったぞ。あー、明日も楽しみにしててね。そしてメール、メールを頼み申す、お頼み申す、お頼み申す。バイバーイ、バイバーイ。